死とは、以後の基本的な手筋の一つである。当たりの連続で、逃げる側は、番がある限りは、逃げることができるのだが、番の端まで到達してしまうとどうにもできず、石を取られてしまう状態を言う。逃げ切れるつもりでこの手順に入ると非常に大きな、被害を受けること、視聴当たりという攻守が、全く逆転する危険な変化があることから、 市長を知らずに5を打つなという格言もある。市長によって、石を取ることを、市長に取るなどと活用する。サズの局面での白石を取るのに、渦の黒1に打つ手が、市長の基本形。この手を、市長に抱えるという言い方もする。白2と逃げ出してきたら、黒3と行く手を塞ぐように当てるのが大事で、反対側から当てると逃げ出されてしまう。いかじろが逃げ出したとしても、 不号順に追いかけていけば、万端に行き当たり、逃げ場がなくなって、白が取られることになる。上の図のように白の逃げる先のなどに、石がある場合、これを、視聴あたりという。図のように黒が追いかけていけば、白は、視聴あたりの石に連絡してしまい、黒はこれ以上あたりをかけられなくなって脱出される。そうなると、黒は A などに、両あたりの断点ばかりが残り、 大いに形勢を損じる。この場合、黒は、市長が悪い、白が、市長よしという表現もされる。したがって追われる側も追う側も、市長が発生しそうな場合は、市長あたりがどうなっているのかをしっかり見極める、必要がある。市長あたりのように市長を邪魔する意思がなく、五番の端に追い詰められるだけなら、追われる方の負けである。このため、市長あたりの有無は、 上席選択にも大きな影響を与える。例えば小目一見高係定石上席の一型で、右上隅に白石があって主張が白有利ならば、白1に曲がる手が成立する。黒についでも白3と跳ね、黒4の抱えには逃げ出すことができる。したがって、黒は2で A に伸びるなど、別の手段を講じなければならない。もし白が主張不利なら、 1> 白1と打って、黒2と2個取りを許すたなく、上手に比べて、やや不利な形に甘んじなければならない。当たりの連続で石を取ることを主張と呼ぶので、必ずしも階段状になっていない場合がある。下図 A に黒が打つことによって、白2子が取れる。白6次絞りやまくりを駆使して、石を取ることは、ぐるぐる回しとも呼ぶ。人狼とは、指定された局面から、 市長の手筋を用いて指定された石を取る詰碁の問題である。市長で追うこと以外に作成における制約がないため、処刑や最終図で文字や形を描いた作品も発表されている。騎士の中山の之六番が多くの問題を発表しており、特に最終型がハートの形になる問題がよく知られている。ありがとうございます。